はい、改めておはようございます。今日はですね、皆さん、クリスチャンは証って言いますよね。神様が素晴らしいことをしてくださった証、体験、それから、救いの証って言いますけども、救いの証っていうのは、私たちがですね、どのようにイエス様に出会ったか、そういうのを証というふうに言います。そして、皆さんね、私の救いの証を聞いたことある人いますか？どうでしょう。古い方はいらっしゃいますね。はい、今回、先週ですね、秋田の大館の教会の方に、行って、どんなメッセージしたらいいですかっていうふうに浦子先生に、聞いたんですけども、証を入れてほしいというふうに、頼まれて、まあ、メッセージはメッセージだったんですけども、大半の部分は自分のこう救いの証を入れてお話しさせて、いただきました。随分しばらくぶりだったんですけども、ちょっと新鮮、自分自身で話をしてですね、新鮮な感じがしたんですけども、皆さんもですね、クリスチャンとして、こうどこかでイエス様に出会って、どこかでイエス様を信じて救われた経験を持ってらっしゃると思うんですね。でそれをぜひ、A4 の1枚ぐらいの紙に書いて取っておかれるといいと思うんですね。ご自身の証を紙に書いて、こう書かれたことある方いらっしゃいますか？はい、また教会、グレースハウスですも来年、皆さんの証をこうまとめてですね、何かの機会に用いていきたいなと思います。またあるいはメッセージの前か後ろでお一人お一人こう順番に証をしていただくような機会も持っていきたいなというふうに思います。私にとって今年のクリスマスは41回目になります。私が教会に行ってイエス様を信じたのは41年前の、クリスマスでした。18歳の、高校生でしたけれどもね。で、振り返って、まあ、ある意味で人生の中でいろんな決断があります。イエス様を信じてクリスチャンとなって、歩み始めたこと、それは何よりも大きな決断でした。それからまた教会で出会った、のり子と結婚したことも、これも大きな決断でした。その間に仕事を選択したりとかね、いろんな決断ありましたけど、でも、41年前にイエス様を信じて神様の子供とされて、それが今日のテーマですよ。神の子供として生きていくということは今日のテーマなんですけども、生きてきたこと、もちろん途中にいろんなチャレンジがあったりとか、クリスチャンだからといって、困難なことはないということではないので、いろんなこう試練とかありましたけれども、でも振り返った時は本当に良かったなというふうに思うんです。いろんな意味でね、クリスチャンの夫婦として結婚できたことも幸いなことでしたし、クリスチャンの両親として子どもたちを育てられて、今も育てている途中かもしれませんけども、それも幸いなことですし、クリスチャンとして仕事を、いろんな仕事をできたことも、感謝のことでしたし、それからクリスチャンだからこそ与えられた友人関係もすごく、私にとっては、素晴らしい、ものでした。でも何よりももし一つだけ、挙げて、くださいというふうに問われるならば、神様をお父さんって呼ぶこともできる、立場、神様の子供としてされたこと、これにこう勝る、祝福はなかったなというふうに思うんです。ヨハネの福音書の1章の12節にこういう言葉があります。ヨハネの福音書の1章の12節、ですか、私が読みますね。どうしますか。
この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。クリスチャンという言葉を使いますよね。私はクリスチャンです。じゃあこのクリスチャンっていうのは、どういう人たちのことを言うんでしょう。一番簡単な説明の仕方は、神様の子供とされた人たちのことですね。神様をお父さんって呼ぶことのできる人たちの、ことです。41年以上前の、こと、10代の私はいろんなこう問題を抱えて、悩んでおりました。建設会社に、ちょっともう亡くなりましたけども、建設会社に勤めていた私の父は、今生きてたら90歳ぐらいになるんでしょうか、いわゆる会社人間、全てをこう自分の持っているもの全てを会社に捧げた、そういう生き方をしていました。戦中派の人でしたので、戦後の一番大変な時をこう一生懸命、頑張って生きてきた世代でも、あります。後ろにですね、同じ世代って言ったら吉田、玲子さんとかね、その世代の方たちですけども、戦後の、何もなくなってしまったこの日本をですね、立て上げた、貢献した世代でもあるわけですね。戦後の復興期、それから高度成長期って右肩上がりにこう経済が上がっていった、上っていった時期がありますけども、父はその、そういう時代に生きた人だったんですね。で、彼には夢がありました。ともかくこの競争社会、建築会社に勤める大きなゼネコン、社員が5000人も6000人もいるような大きなゼネコンに勤めていましたけど、その中でともかく勝ち抜いていく、そして豊かになっていく、もう何もなかった戦後の、世代の中から豊かになりたい、それからこの競争の激しい社会の中で自分は勝ち抜いていくんだと、そういう、ビジョンというか野心というか、頑張り屋さんでもありましたけども、努力してですね、着実にこう出世街道の階段をこう上っていった、人でした。ですので、建築会社っていうのは、特に父は、土木関係の部門にいたので、各地を転々とするんですね。振り返ってみると、僕の兄が生まれた時は秋田県の小坂町、そこでなんかダムかなんかの工事してたんでしょうか。それから私が生まれた後は奈良県の、大体こうダムの工事とかやるところは田舎の、ど田舎の何もないようなところですのでね、そういったところにいたのはかすかに覚えてます。それから今度は、東京オリンピックの前に山陽新幹線の工事があって、その山陽新幹線の工事のために小田原に、幼稚園になる前小田原にいました。それから今度は東京に、しばらく赴任して戻ってきて、これから小学校の3年生、私が小学校の4年生ぐらいには今度は山陰新幹線、神戸でまたトンネルを掘っていく仕事があったんで、そこに赴任して、そこで3年ぐらい、引っ越しの多い、家でした。これからさすがにこう中学生高校生になると子どもたちの教育の問題もあるので、子どもたち、それから父の、ここから10分ぐらい離れたところに実家がある、元の実家があるんですけども、そこに、家を建てて、それから父の母と私たち3人兄弟なんですけども、6人家族ですか、父はほとんどいませんでしたけどね、でそこに一緒に暮らしていたわけです。で、父は中学生高校生になった私たちを残して単身でまた別の場所に赴任してきました。で、小さい時はもちろんお父さんって子に甘えたり、ちょっと遊んでもらったりしたような記憶もありますけれども、でも10代になった私たち、たまに帰ってくるんですね。1ヶ月に1回ぐらいこう父は帰ってきて、そしてなんか
こうその頃から家の空気がこうひんやりとするような感じがしたんですね。理由はよくわからないけれど。で、父は私たちを集めて子供たちを前にする、3人男の子を前にするとよくこういうふうに言ったのね。どう言ったかというと、一番になれって言うんですね。で、会うたびに一番になれって言うから、何一番になったらいいか分かりませんけど、一番になれって、それが嫌でっていうか、だんだんこう父のことをこう敬遠するように、なって、反発を感じるようになっていった。で、たまに帰ってきてもあんまりこう顔も合わせたくないし話もしたくないんで、こうさっとこう自分の部屋に、入ってくる。で、父と母は顔を合わせるとやっぱりこう、なぜか、その当時は分かりませんけれども、分からなかったんですけども、こう、険悪な空気がですね漂ってるんですね。非常にこう居心地の悪い、そこそこ豊かで家も与えられて、大きな家も与えられて、みんな一緒に住んでるんだけど、すごくこう家族って何なのというか、居心地の悪いひんやりとした、家庭にいつの間にかこうなってしまったんですね。で、母はもともと快活な人で元気な明るい人なんだけども、どういうわけか、その私たちは中学生高校生になった時からすごくこう落ち込んで、それからめまいをしょっちゅう起こすようになった。で、なんでこう母がこんなに落ち込んでいるか、お母さんが家で暗くなってしまうと家の中っていうのはすごくこうどんよりとしてしまうと思うんですけれども、で、ずっと後になってですね、私たちが成人してずっと後になってから、クリスチャンになった後になってからですね、母がある時は実はものすごく大変なことがあって、父が不倫をしていたんですね。出張先でね、不倫をしていて、で、みんな家の子供たち男の子だし、10代の男の子たちだし、母は自分の抱えている問題を悶々として悩んで、誰にもこう打ち明けることがなくて苦しんでおりました。でも僕たちはそういったこと全然わからないで、なんでこんな、こう重苦しい空気、そして、僕たちの関係はどうしてこんなに、冷たい関係になっちゃったんだろうというふうに、というか、こう僕自身がその両親をすごくこう冷たい目で見るようになっていました。で、当時ですね、同居していたおばあちゃんがいるんですけど、ある新興宗教の、ですね、まあ、成長の家という新興宗教の信者さんですね、よくその集まりに出て行ったり、これからしていたんですね。本もその本もたくさんありました。で、そのおばあちゃんがこう僕が中学校3年生ぐらいの時だったかな、がんになってですね、で、病院に、入院して、で、そのおばあちゃんがやがて亡くなるわけですけども、お葬式をした時、お葬式の時にですね、すごくこう虚しく感じたのね。昨日ついこの前まで一緒に暮らしていたおばあちゃんがもういなくなってしまった。大体お葬式の時っていうのは、まあ、近しい人たちはちょっと涙流したり悲しんだりしますけれども、その後は大体こう、食事を出してお酒出して、そして笑い声もこかれてくるしですね、そういう光景を見た時、すごくこうなんて人間の人生っていうのはあっけないんだろうなというふうに感じたんですね。多感な10代の私は、死んだら一体人間はどこに行っちゃうんだろう、そしてどうしたと思いますか。いろんなこう本をね、買ってきたんですね。宗教書、仏教の本買ってきたり、ヒンドゥー教、今でいうニューエイジのような本を買ってきたり、死後の世界について語っているような、教えているような本を買ってきたり、多分人間というのは霊魂があるんだろう、魂があるんだ、じゃあその魂は、死んだ後にどこに行っちゃうんだろうか、
霊的な世界あるんだろうか、そういったことにすごくこう興味を持つというか関心を持つというか解決を求めたんですね。で買い漁ってそういう本ばっかり読むようになっていきました。で学校の友達関係はあんまり、こう楽しめないし勉強にも打ち込めないし、それから絵を描くことだけは好きでしたけれども、なんですかね、こう、すごくこう虚しい心を抱えてこう生活していたわけです。で高校生に、やがて高校生になって相変わらずこう霊的な探求はこう続いていました。ところがいろんな本をこう読んでいる時にあることがすごく、私のですね、関心を引いた、興味を引いたんです。それはいろんなこうニューエイジの本とか、それからいろんな本読んでるんですよ。霊的なオカルトの本みたいなものも読んだりしてましたけど、そうするとところどころよくイエス・キリストっていう名前が出てくるね。でもちろんそこに出てくる説明されているイエス・キリストっていうのは霊的な偉大な教師であるとか霊的な指導者っていう意味で出てくるんだけど、でこのイエス・キリストって一体誰だろうかと思って、じゃあこのイエス・キリストを知るためには、そうだイエス・キリストのことが書いてある聖書を読めばもっとよくわかるかもしれないと思って、近くの本屋さんに行ってですね、英語と日本語で書かれた新約聖書を買ってきたんですね。でそれを毎日毎日、一章ずつ読むようになってきました。で読んでるとなんか今手にして読んでいる聖書と今まで読んできた本が全然違う、全然違うんですね。読んでいて福音書を読み、だから一体このイエスキリスト誰なんだろう、素晴らしい方であることは分かりますね。もちろん分からないところはたくさんこうありました、ありました。でも引きつけられるように毎日毎日こう読んでいったね。でどれほど経ったか覚えてませんけども、ローマ書をこう読んでいるときにある聖書の箇所が自分の心にこうぐさっとこう、刺さってきたんですね。ローマ人への手紙10章11節にこう書いてあります。部分的に皮の部分だけ言いますけど、彼に信頼する者は失望させられることはない、彼に信頼する者は失望させられることがない。当時の僕はですね、すごく周りの大人たちにも失望していましたし、自分自身も失望していました。もっと分かりやすく言うと嫌いだったんですね。自分ものことも嫌いでしたし、愛せなかったし、その周りの人たちのこともすごく鬱陶しく冷たい目で見ていました。またそういう自分が嫌でした。自分を愛せないということはまず第一の大きな問題でしたね。私にとってはね、死ぬ人たちを愛せないということが問題だった。そしてそれからまた、さっき言ったように、なんとなくいつもですね、恐れを持ってた。それは漠然とした、死の恐れって言ってもいいと思うんですけど、どういういろんな本を読んでたんですよ。霊的な死後の世界のことについて書いてある本とか、霊人の霊について魂について書いてある本とか、いろんなことを本を読んでました。でもなんとなく、確かに人間は魂があるな、人間に目が見えない、人間の目では見えることのできない世界があるっていうのはなんとなくわかるんだけども、自分の問題の解決にならないんですね。どういう状態になっていったかって、ますますこう怖くなっていったんですね。である時期は夜寝るときにですね、電気を消すことが、暗くなってしまうことが、電気を暗く消してしまうことが、怖くて、いつも蛍光灯と蛍光灯をつけて、寝ている時期がしばらくありました。そういう状態だったんですね。そんな中で聖書を読み始めていったときに、なんとなくこう気持ちがこう穏やかになっていくというか、不思議にこう、
平安が与えられるというか、そして、他の本は一切こう読まなくて、気がついたら他の本は読まないで聖書だけこう読むようになってきたね。で今さっき読んだ箇所、彼に信頼するものは失望させられることがない、どこかにちらっとこう希望が見えた。それまでは自分もやがて周りにいる自分の嫌いな大人のような存在になってしまうんだろうか、将来に対するそういう不安も、抱えていたわけです。でもこの言葉、彼っていうのはもちろんイエス・キリストですよ。イエス・キリストに信頼する者は失望させられることがない、ああ信頼できる人がいるんだ、そういうこう単純な希望が与えられたんですね。で、まあ、聖書を読んで、それからしばらくするとお祈りもするようになって、聖書にお祈りの仕方も書いてあるんでね。でどう具体的に祈っていたかあんまり覚えてませんけども、神様っていう祈るようになって、ドアを閉めて、でそれからしばらく経って、高校 3年生になった時に美術系の大学に進学したくて、絵を描いたりデッサンしたり、していましたけれども、でいつか教会に行きたいなというふうに思っていた時にですね、当時やがてこう、通うことになった教会が、府中の町にですねいっぱいトラクト、トラクトというのは聖書の、福音、救いのことがですね簡単に書かれた、ペラペラのパンフレットみたいなものをいっぱい配ったのね、数千枚。でそのうちの1枚が、をある方が持ってきてくれて、私は仙台でしたけども弟が受け取ったんです。で学校から帰ってきた私にですね、弟がこんなのもらったよというふうに言って、でああこれでもしかしたら教会行けるかもしれないなと思って聖書を、今でもタイトルを覚えてますけども、勝利ある人生、勝利ある人生というタイトルの、簡単な聖書の話が書かれた、パンフレット、トラクトでした。でそこに聖書の通信講座を始めませんか、10回ぐらいで終わる聖書の通信講座をしませんかっておすすめがあったので、早速ですね、すごく簡単な、聖書の、学びでしたけれども、こう書いては送り、それから、送り返してきてはまた書いて送る、そういうことをしばらく続けて、最後に、イエス様を信じて、信じたいですか、また教会に行きたいですかという、 こうアンケートが問いかけがあったので丸をして送り返したわけです。でその年のクリスマスにその、トラクトを配った教会からクリスマスの案内状が来ました。それが41年前だったんですね。18歳の手紙にはこう書いてありました。今日救いがこの家に来ました。今日救いがこの家に来ました。人の子は、人の子っていうのはイエス・キリストですよ。人の子は失われた人を探して救うために来たんです。今日救いがこの家に来ました。ルカの福音書の中から、人の子は、救い主は失われた人を探して救うために来たんですっていうね、聖書の聖句で始まる、まあ、クリスマスの、伝道会への招待状をいただいたんですね。で嬉しくて、でまたその聖句を読んだ時にすごく今振り返ってみるとすごく象徴的だったんですね。これから私たちの、家に起こること、すごく象徴的な聖書の箇所でした。で、待ちに待ったクリスマスがやってきて、で母が教会に行ったら献金があるから、少し持ってきなさいって言って、貯金箱の中の100円玉やら10円玉やらビニールの袋に入れて、自転車をジャラジャラさせながら弟と一緒に地図を見ながらですね教会行ったわけです。で近くまで行ってどこにある教会があるかなというふうにふっとこう、見上げると、ちょうど教会の十字架が、ライトに照らされて
白い十字が赤い十字だったかな、照らされて見えたんですね。あそこだなと思って行って、で40人ぐらいの方たちが集まってる、それほど大きくない、当時はね大きくない教会でしたけども、そこで初めてクリスチャンと言われる方々たちとこう会ったわけですね。いろんな年代の方たちがいました。同年代の小さいお子さんたちもいましたし、高齢の方たちもいました。でもすごくこう新鮮で魅力的に感じたんですね。魅力的に感じたっていうのは優れているという意味じゃなくて純真に感じたんですね。で当時の私はよくこんなことを考えたんですね。18歳の私は子供時代は幼稚園の時は小学生の時あんなにこう楽しく、純真であった自分がどうして、10代になり年を取っていくとだんだんなんか気持ちがすさんできちゃうみたいな、どうしてなんだろう、このまま、大人になってしまったらば一体どんな自分になっちゃう、そういう恐怖感みたいなのを持ってたのね。でも教会にあったクリスチャンの方たちの挨拶ぐらいしか、言葉を交わすぐらいしか歓迎してくれました。でも彼らの中に自分がこう小さい時になくしてしまったような純真さをこう感じることができた、いいなというふうに思ったんですね。でクリスマス会が終わって、牧師が、クリスマスメッセージを語って、クリスマス会が終わって帰ろうとするときにですね、教会の牧師夫人、牧師の奥様が呼びかけて、後ろから呼びかけて、堀井さん、イエス様を信じませんかというふうに、もう信じてるつもりだったんですけど、そういうふうに語りかけてます。でそのことを聞いたときに、その場でですね、はいって言いたかったんだけど、ちょっとためらいがあって、うなずきながら夜道を自転車に乗って帰ったわけですが、その自転車を食いこぎながら、イエス様を信じます、イエス様を信じますっていうふうに心の中で繰り返してるんですね、自分がね。でその時からまあ教会にこう行くようになりました。ですごく楽しかったですし、その教会での関係がすごく新鮮で、どこにも見つけることのできない、こうくつろげる関係があったんですね。ほっとできる関係があって、で、しばらくしてもうあんまりためらえなく洗礼受けるつもりでしたので、翌年の3月に弟と一緒に、洗礼を受けたわけですが、自分の心の中に、こう変化が起こってくるのを感じたんですね。なんか一生懸命勉強したからということではなくて、こうああ単純に神様は自分を愛して許してくださっているんだということが、少しずつ理解できるようになった時に、自分を受け止められるように、嫌いだった自分をこう受け止められるようになってきた。で自分をこう許して愛せるようになると、周囲の人たち、まあ母であり父である兄弟たちをもうちょっとなんとか寛容な目でっていうか受け入れたいというふうに思えるようになってきたんですね。苦手な父もですね、に対しても、父も不器用な人だけども、それなりに一生懸命頑張って苦労しながら家族を支えてきてくれたんだなって、そういうふうに思えるように、不倫は良くないですよ、でもですね、そういうふうに思えるようになってきたわけですね。そして、なんとなくこう今までひんやりとしていた家の中の空気がだんだんこう、楽しくというか普通に話せるように、母とも兄弟たちとも聖書を開いたりとか、もちろんお祈りしたりするようになっていった。でその姿を父はものすごく不思議に思って見ていたんですね。一体何が起こったんだろう。で、僕たちの子供たちの父に対する態度も変わっていったし、なんか変えようと思って変わっていったわけではなくてね、自然にこう父を受け入れられるようになっていったし、母も許しってことを知ったので、そういう父であったけども許したいというふうに思っていった。で すごく家庭の中が、家の中が変わっていきました。で父はですね、そういう教会に来始めた私たちを車に乗っけて、いつも日曜日の朝
玄関前まで届けてくれる。で僕たち下ろすとさーっと帰ってっちゃうの。届けて下ろしてはパッと帰ってって、しばらくそれ続けてましたね。それから教会に行ってくれることは自分にとっても都合のいいことだと思っていたんでしょうか。で 3月になって僕たち兄弟が弟と一緒に洗礼を受けた時に、なんと父もその洗礼の、式のとこに出席してくれてたんですね。初めてよく来たなと思ってましたけど、それから6人洗礼を受けて、その6人のうちの1人がそこに座ってるのりこでした。10年後に結婚するとは思ってませんでしたけどね。で、ともかくすごい洗礼式があって、当時の僕はね、当時フォーク世代の人たち分かってると思うんです。みんなこう髪の毛伸ばしてる人がいて、僕もその類に漏れず肩まで髪伸ばしていたんですよ。はい、まあそれはいいとして、それはいいとしてですね、これから洗礼受けたですね、終わった後に牧師が私のところにやってきて、お父さん泣いてたよって言うのね。でそれがびっくりでしたね。父の涙を見たことがなかったので、プライドの塊のような父はですね、まず母や私たちにごめんねなんて言ったことはないね。明らかに父が悪いこと、失敗したり間違ってるのは絶対こう謝らない人だったし、涙も決して見せないような人でした。しかしその父が涙を流してたって、すごくこうびっくりしたんですね。で、長い話をもう長い話をもう少し、ハイライトだけお話しすると、同じ年の9月にですね、母も父も洗礼を受けて、すごくこう楽しいというか、楽しい家庭に変えられていったんですね。すごく母も、あんなにこう落ち込んでいた母もすごく生き生きとした元の母に変えられていきました。その母が来る人にですね、イエス様の話をするんですね。まだ聖書もそんなに読んだことのない母が、保険屋さんに、今後藤さんこの教会来られてない、近くの教会に高齢になられて近くの教会に行かれてますけども、保険のセールスの方にイエス様のお話をして、でその方もやがてですね、教会に来るようになりました。それから小学校の時の同級生のそこにおられる吉田玲子さんに、お話しですね、やっぱり教会に来るようになられたんですね。それから親戚の方たちも結構何人か教会に来るようになりました。弟の、英語を教えていた家庭教師の先生にも話すと、彼も教会に来るようになってですね、次々とこう3年ぐらいの間いっぱい大勢の方が洗礼を受けるようになっていたんですね。30名以上の方がですね、まあみんな残ってるわけではないですけども、洗礼を受けて、で、一人の人が救われるということはそれだけインパクトのあることなんですね。一人の人が救いにしてあるイエス様を知って変えられていくということは、それだけ本当は私たちの周囲に影響を与える、私たちではないですよ、イエス様は救われた人を通して周囲の人々に変化を起こすことができる神様なんですね。もう少しお話ししたいなと思ったんですけども、時間が、押しているので、もう私の証はこう閉じたいと思いますけども、でももちろんその後、クリスチャンになったからといってですね、順風満帆でやってきたわけではないです。いろんな試練があったし、それから大変なところも通過しましたし、でも一つだけ変わらないことがある。それはどんな時にも、いい時にも悪い時にも、大変な時にも、ギブアップしそうになった時にも、私は私を救ってくださった神様をお父さんというふうに呼ぶことができるんですね。神様を通して与えられた恵みはたくさんあります。祝福はたくさんあります。
でも一つだけ挙げるならば、こんな私を神様を探して見つけて救ってくださって、そして神の国に生かすものとしてくださって、神の子供としてくださって、そして神様のことをお父さんと呼べるものとしてくださったこと、それが何にも増して私にとって大きな祝福であるなというふうに感じています。お祈りします。父の神様、ありがとうございます。あなたはイエス・キリストをこの地に送ってください。イエス・キリストの犠牲の血をと流された犠牲の血によって私たちを買い取ってくださいました。あなたのものとしてくださいました。あなたの民としてくださいました。私たちは今神の国に生きるものとされています。あなたを親しくお父さんと呼びかける、そのような立場を与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ、主よ、あなたがこの教会に、属するお一人お一人を覚えてください。あなたの豊かな祝福の中に導き入れてくださるようにお願いいたします。感謝をしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。